はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やってくっしょ。さあ、前回はこちら伊達攻めを開始しましたということで、東北征伐開始でございます。で、苦戦をしながらも伊達家の拠点3つほど奪うことができましたね。これで伊達家とは戦力差がほぼ互角になってきたというところでございますでしょうか。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、今回はこちら本拠移転からやっていきましょう。やっと本拠移転できる。で、府中城か、烏山城なんですよね。で、府中城の方は、こちら、鹿島神宮っていうチート神宮があるんで、一刻も早くね、再建したいところではあるんですけども、まあ、結構ね、座ってるんですよね。まあ、今更行ってもっていうところなので、じゃあ、こちら、烏山城に本拠を移しましょうか。オーケーオーケー、よし、じゃあ、本拠を移しまーす。はい。で、金銭収支もそんなに下がらない。ナイス、いいね。オーケーオーケー。で、金がねー金がないなー。で、織田城の方には、じゃあ、こちら、佐竹義重入ってもらおうか。よーし、頑張ってねー。よし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 、いいね、いいね。じゃあ、今回はこちら、菅川城から攻めていきましょうか。よしよしよし、行きましょう、行きましょう。で、こっちの相馬中村城は、防衛拠点にしていきまして、さあ、ここで行ってみるか。で、国衆も、あ、いるか。よし、行きましょう。さあ、行ってらっしゃーい。さあ、どうするどうする。で、めっちゃ集まってきてる。はいはいはい。で、これはそろそろ織田宇治春も出れる。でも兵全然回復してないな。もうちょっと待つか。さあ、では合戦でございます。まあ、これで行くしかないか。はい、行きましょう。はい、石川の戦い、織田宇治春 VS 伊達輝宗、行きましょう。さあ、投手対決だ。おい、すごい。さあ、なんとかなんとか拠点を1個落としていきたい。さあ、行きましょう。行きまーす。はい、回線出品。じゃあ、まずは5000。いやー、でもコブ先取ってほしいな。こうで3000、こっち来て、こうこうこうで、479。いやー、怖い怖い怖い。479で何ができるんだ。で、900はじゃあこっち行って、はい、こっちは曲がって。まあ、言うて向こうも国衆が結構メインなんで、まあ大丈夫でしょう。あ、でも向こう、あ、来ないな。よし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 、願います。ってなったらこっち行くか。さあ、一番やりはこちら。はい、菅野山正さだ。で、こっちには伊達輝宗が来てるって感じで、だってコブは取れそうですね。で、織田宇治春は、そうやな、じゃあこうして、はいはいはい、じゃあこうしよう。はい、さあ、コブ取った。ナイスナイスナイス。で、1200は、そうやな、まあ一旦待機。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。で、はいはいはい。あー、でもここはこうして、で、休憩休憩で、佐竹何をしているお前何を休んでいる。で、一旦こう、はい、OK。 鉄砲隊、行くぞ。さあ、で、いやー、こっち来たか、テルムネ。こう、休ませはしない。こっちね、はい、こう。敵を退けます。え、ごめんごめん、やっぱ9000のプレッシャーすげえ。で、こう、はい、こう。で、こっち大丈夫。え、ごめん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 。はい、こう。さあさあさあ。狙い時ですぞ。で、コブ来たー。逃せません。でも意味がなーい。で、こっち、はい、こう。いや、えぐ、いやー、溶けるの早っ。皆の者、いやー、めぐみちゃん、めぐみちゃん、こっち、はい、一つと見るがよいわ。さあ、で、こっち、はい、じゃあ、こっち、はい、どうぞ、頑張れ。で、ここの舞台しかかかってない。で、こう、うん、いよいよ。で、こう、はい、いかがしましょう。で、そっちは大丈夫。さあ、強撃。で、こっちを、OK、で、で、鬼に当てたもと撃破、ナイス。で、こう、さあ、いける。で、500はじゃあこっち来てほしい。はい、こう、こうだな。さあ、こっち撃破、ナイス。オッケー。さあ、頑張れ頑張れ。で、こっちの、はいはいはい、敵の右翼を片付ける。はい、どうぞ。で、234こっち、はい、で、600こっち、はい。さあ、いいぞいいぞ。で、こっち壊滅、オッケー、ナイス。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。いいですね。
まあだったらこっち行くか。OK。で、テルムの部隊ちょっと。さあ、なんとかしないと。で、コブ。コブ。あ、いいね。よしよしよし。勝てましょう。いいよ。ナイス、コブ。よしよしよし。これで元気いっぱい。で、壊滅ナイス。で、じゃあ、こっちね、はい。で、あとはこっち任せろ。はい。進軍を始め。さあでこっち休憩はい力を振るえ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。スタミナマックスでも全然ちょっときついな。じゃあこう、はい、じゃあこういってこう、はい、サクターコブー、狙い時コブー、はい、さてさあコブして、オッケーオッケー。さああとはじゃあちょっとこの風ナイス出ました。素晴らしい、それは素晴らしい、控えめな素晴らしいよそれ。あ、そうか、あ、抜き口行ってんのか、なるほど、いいぞいいぞ。ここでってなると、まあ、こいつか、はい、で、こうやな、はい、はさあどうする。抜き口壊したらこれ終わっちゃうかな。できるだけね、伊達テレビの舞台潰したいんだ。まあ、強撃いよいよ、ナイスナイス強撃。さあ、破壊、オッケー、よし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 、四季ギリ残ってる、いいです、素晴らしい、ナイス混乱不要。じゃあこっち。さあで、テルムネの部隊潰して終わりかな。頑張れ頑張れ。我が策にて仕上げと参りましょう。いいぞいいぞ。よし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 。逃がせで、じゃあ、あ、佐竹、佐竹来なさい。佐竹前。いざ進む。で、こう。動くぞ。佐竹前。オッケー、テルムネの部隊潰した。ナイス。素晴らしい。でかしたー。これは素晴らしい。よし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 。で、イフ弱が発生して、で、この辺の軍取れるよね。さあ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 。オッケー。で、このまま菅川いけるか。オッケー、菅川落としました。ナイス、でかしたー。いいね、いいね。よし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 。で、敵将爆。で、この二人投与。やったー、ナイス。オッケー。で、帰還して、うん、そうやね。お疲れ。で、最上家の援軍も去ったようだね。よかったよかった。あ、で、こっち。じゃあ、3対1ね。オッケー。よしよしよし。結構、烏山もね、開発すぐ終わりそうっすね。できればね、宇都宮城を座ったかったんだよな。そう、万願寺を再建したかったっていうのはある。はい、で、あっという間に三春城落ちましたね。ナイスー、ナイス、でかしたー。つえー。で、敵将バグ。で、この二人投与。お使いいたします。あ、二人来た。ナイスー。で、なんだったらこのまま氷西山城も行けそうだけどな。こうして、城を攻めます。まだ行けるよ、まだ、まあまあまだ行けるよね。いや、行けそうな感じするけどな。どうなんだろう、どうどうどう。ここでやっとこがくか。じゃあ2400もこっち来て、はい、お願いします。はい、氷西山城落ちました。ナイス、出ました、素晴らしい。で、あ、願いしかできる。あ、わかったわかった、オーケーオーケー、よろしいです。で、力関係や状況が変わったことにより当家は北条家が独立しました。1年間の同盟に切り替わります。了解、オッケー、そこまで来たか。さあ、元服を迎え一枚となった武将が1名おります。誰？大田原春清さん、はい、こんにちは。で、これで帰れるか。オッケーオッケー。さあ、ということで、じゃあ北条さんとはまあしばらくまあ仲良くしておきましょう。はい、お願いします。始めようぞ。で、そうだな、足なきをつまり従属させることはできるってこと？何用でしょう。できないか。いやー、今そうか、足なきは伊達家と同盟結んでんのか。なるほどね。そうやな、難しいな。武田を従属させることはできませんよね。いやー難しいけど、じゃあ寝返りしか、はいはい、まずは笠井春信、はい、こんにちは。秘伝にお伝えします。じゃあこちら丸森城の方も攻めていきましょうか。ちょっと兵糧節約したい気持ちはあるんだが、行きましょう。続きなさい。さあ、では行きましょうか。はい、川張の戦いって読むんですかね。織田氏春 VS 伊達テルムネ、またお前か。こいつと合戦ばっかやってんな。行くぞ。さあ勝負だ。またちょっとね、これきついな。で、伊達政宗出てきた。はい、行きます。対戦出発。我が先、はい、行きましょう。まあ、だからっつって逃げるわけにいかねえんだ。敵を撃退するぞ。さあさあさあ。で、宇治春、じゃあこう、敵を攻撃する。じゃあこの織田親子で
伊達丸政宗をちょっと食い止めてて、はい、こう目を賜り、はい、行くぞ。でまずはこのコブを取る。了承制するのは我らです。いやきっちーで片倉小十郎も来てるもんね。命令をください。いや嫌なやつらだ。こう行ってこう。命令をください。でこっちの高台取られちゃったか。はいはいはい。あーで伊達政宗逃げた逃げたそんなことあんの。さあでよしよしよし、コブは取ったナイスナイスナイス。でこうでこうだな。はい。でこう行ってこうこうする。さあで高台取られた。さあどうする。でこうこうやな。はい、OK。さあ一番やりは杉野屋正忠。杉野屋さんだいね、もうめっちゃ頑張るじゃん。こちらとこ。さあ騎馬突撃。やっぱ佐竹義重が来てからね、戦の安定感全然違うわ。さあどうする。やりました。一線こっち、でじゃあこうでちょっと高台で矢をピップ打ってやろう。次なる手はいかに。じゃあこうでこうだ。あとね一旦こうするか。敵を撃ち払います。はい、動くぞ続け。さあどうするどうする。えぐいな。はい、動くぞ続け。あでこっち引こう。はい、オッケー。で一線こっち。オッケーオッケー、ナイス。よし、まずはい、フィニッシュ潰した。先方を使う。オッケー、みんなで勝ちましょう。さあ強撃。この分裂。いいぞいいぞ、いけいけ。勝機をつかみ取ります。でお、いいね、コブきた。コブカブー、ナイス。さあでこう、はいはいはい。でこっち、いやーナイスそれ。その逃げ。痛い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 。うわー一目体絶対。うわーまずい。まさかそんな。いやだが。でこう。敵を蹴散らそう。小田めぐみちゃん引いて。はい。確かにめぐみちゃんはきついわな。でいやよしよし高台ゲット。ナイス。ご指示。さあこっから。ほか粘りで。さあ行くぞ。はい、あ俺たちにはコブがあるからね。で片倉ピタちゃん撃破。いいぞいいぞ。で撃破。おぐおぐおぐ。いいよ。さあこっち片倉小次郎だ。勝敗を決めてやりましょう。さあどうだ。でこうだな。はい、先の仕掛けどころ。いいぞいいぞ。で土管流だ。いってそんなことえぐえぐ。まあ、だが高台から矢を撃ってる。なんとか頑張って、なんとか耐えて、それで。えぐ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 。軍略というものを見せてくれ。こっちはきついじゃねえか。オッケー来た。コブ。はい、こう。さあ、これでなんとか。なんとかスタミナを。はいはいはい、オッケー。はい。さあ、節約できるかどうか。はい、こう。いよいよ。向こうのがきついやつ。ふぅー。てててててて。さあいけるか。はい。で杉野屋さん撤退。了解。いやーきついぞ、相変わらずきつい。今こそ我が先頭。いやーやられたか杉野屋さん。いや撃ってるよね。勝敗を決めてやりましょう。撃ってるよ。よいしょ、いよいよ。我が先にて仕上げと参りましょう。よしよし、いよいよ。オッケー、鬼に朝げさえ撤退。うううで問題はこっち。はい、オッケー。勢いは上回っている。さあこっちの伊達政宗も潰せるか。もうちょっと頑張って。よし。いやー大関、高松撤退。うーきっちい。やっぱ伊達は恐るべし。さあいやー撃て撃て。あーどかりゃもう痛い。今こそ我が先頭により頑張れ頑張れ。勝機を見出す時。勝ってる。よしよしよし、でかした。これでかい。先の仕掛けあまりにもでかすぎる。よしよしよし。でこうやな。でとこっち行ってこっち行って。はい、敵を蹴散らすぞ。いけるいける。この戦闘にて勝機を決めてやりましょう。いいぞいいぞ。来たコブコブ。はい、持久戦なら負けねえ。を願います。じゃあこういくね。よし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 。伊達テルミでもここをほっとけるわけがあるまい。いやーちょっと内春がきつい。頑張れ頑張れ。命令をください。きついな。よしよしよし、絶対 OK。
よし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 、これを我が策あらば負ける。いいぞ、ナイス。皆も力を入れるんだ。で、こっち、はい。さあ、あとはね、疲労困憊の伊達テルムネを打つの。こう行こう。こう狙うは敵の軒口よ。もう伊達テルムネの部隊がね、ずっと来るからね、うざいんだよな。さあ、間に合うか間に合うか。さあ、こぶ。こう。やる手はいかに。さあ、一旦休める。休める。オッケーオッケーオッケー。よし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 。オッケー、ナイスー。よし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 。さあ、伊達家苦しいんじゃないの。だが俺たちも苦しい。で、白攻めをどうやってやるかですよね。いやー、苦しいな。そう、白攻めを考えないといけないんだよ。白攻めはね、合戦とはもう桁違いに難易度が高いから。オッケーオッケー。あーでーと、これは、あー、まあ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 、ありえます。イフ弱は発生して拠点が取れるわけないか。はい、で丸森城落ちました。ナイスーナイスー。オッケーオッケー。で、鬼にあさげさん捕まえたか。そうよ、まあ来るわけないよね。解放。オッケーオッケー。よーし、ナイス。はい、機関士もいい。お疲れー。ナイスナイス。いやー、なんか意外と伊達攻めが順調。あー、で、太田さん、落斎さん。あー、じゃあ、来てください。はい。うん、じゃあ、ではでは、攻めていきましょうか。じゃあ、今度は陸上攻めでございますね。頑張って。で、690は、まあ、この舞台なくていいか。で、遠くの舞台はなー。まあ、国衆は来なくていいや。はいはいはい。よし、行ってこーい。頑張れー。頑張れー。で、この方の投与は難航しています。ああ、そうなの？わかったわかった。そうだねー。あ、事業不要とか。そうだなー。ああ、この辺とか、20年ぐらいやってみ。あ、いいですね。よし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 。オッケー。いや、20年もいるのか、こいつ。さあ、ということで、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした。さよならー。